はい。皆さん、こんにちは。長尾隆です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。えー、今日ちょっとあのラフな格好しております、えー。今日昼間はもうちょっと無理無理オフを取りました。今日ちょっと逃すとですねあの、11月の下旬までもう1日も休みがないという状況だったので、えー、少々あの体を休めます。まあ、夜は また、あの文化人放送局があの10時からありますのでね。さて、今日はですね。こちらです。基地機能阻害行為を肯定。琉球新報は中国共産党の機関紙だ。土地利用規制法全面施行。 まあそんなこと分かっているよという方もたくさんいらっしゃるかもしれませんからえまあ念のため今日から全面思行ということでありますいやーあの実は今日のねあの動画の最後の方にえ秘蔵画像があの出てまいりますのであのお楽しみいただきたいと思います2015年に長尾隆があの琉球新報 とやらかした件であります、まあ、その前にえ今日の記事はこちらです琉球新報の記事ですねえ土地規制法にパブコメ2760件反対や明確化指摘政府は方針変更せず今日全面施行という記事に対してもう琉球新報がねえ煙出してあの怒り狂っております 記事をご覧ください安全保障上重要な施設の周辺や国境離島を対象とする土地利用規制法が20日全面施行された政府が施行前の1ヶ月間国民からのパブリックコメントを行い2,760件の意見が集まったえー、まあこれあの本来であれば土地売買規制法 を作りたたかったわけけですけれども、まあ、公明党さんからあ散々ですね、えー、まるで、えー、中国共産党の代理人かのようなあご指摘を受けそれに屈指自民党も土地利用規制にもう妥協してしまったという例の件でありますね。そのの詳細はあのこちらの 長田町中国代理人にたくさん書いておりますのでご覧いただければと思います記事続けます法の制定自体に反対する意見や曖昧な内容の明確化を求める意見があったが政府は案を訂正しなかった訂正する理由がありません政府は規制対象となる行為について類型を例示しているが 累計に該当しない行為でも機能阻害行為として勧告及び命令の対象となることがあると説明しているパブリックコメントでは規制対象となる行為を明確に記載するべきという意見があったが政府は方針を変えなかったこれもね当たり前のことじゃないですかこんなね あの、規制対象となる行為を明確にするってことは、それ以外は OK だろうという、そういう、あの、理論展開に、えー、なって、えー、しまいますのでね。こんなね、安全保障上に関わることの細かなその運用上のね、こんなね、えー、例示なんていうのをやる方がおかしいわけで、やれと言ってることは、それイコール、やる側の、 つまりスパイ行為や阻害を行う側の人間でありますということをね自ら言ってしまっているということに他ならないわけでありますね、えー、記事を続けますまた政府が調査にあたって地方自治体に情報を求める規定で1自治体が提供しなくても良いことに提供する場合その個人の了承を得ることとの 原則を明記すべきという意見もあった。なんかさもね、客観的にあの意見もあったと言っておりますけども、あの琉球新法自体がそれを言ってんじゃないかと、えー、もうちょっとあの上げ足を取りたくなりますね。でこれに対して政府は政府関政府機関に提供義務を課す。 えー、関係機関に提供義務を課す情報提供を個人に知らせることは想定していないと否定したこれも当たり前のことでありますスパイを探すのにあるいはあ隠密にですね妨害行為をやろうとしている人間を探すためにこんなことをね えー、提供義務を課すのは当たり前ですよ。全ては安全保障上の規定です。えー、情報提供をね、個人に知らせるなんてことはしませんよ。あなたの情報を取ってますよ。気をつけてください。なんてことをね、あの、こちら側から言う必要はないわけであります。えー、また、 調査内容を明確にすべきとの意見が寄せられた政府は個別の事案に即して判断すると述べるにとどめたこんなことはね当たり前のことであります続けます政府は今後具体的な区域指定に入る米軍や自衛隊の施設が集中し島初県でもある沖縄では県民生活への影響が懸念されるねえ まあ、県民生活の影響ということに関して言えばですね、確かに地政学上、沖縄の皆さんにはご負担をかける。こういう影響はね、あると思います。しかしその中にね、さも、県民という、まあ、ものを隠れ蓑のにしてですね、スパイ活動や妨害工作を行う。 中国共産党の工作員代理人についてはねこの法律はねおそらく都合が悪いんじゃないかなと思いますそして記事はねなんとこんな風に締めくくっております驚きですよ政府が区域に指定すると土地の所有名や国籍の調査が可能になるほか 施設への妨害行為に対する勧告や罰則付きの命令が出せるようになる。全体のね、文脈を見るとね、これなんか、妨害行為を認めろと、罰則付きの命令は出すなと、そういう側に立って、琉球新報がこの記事を通して主張しているようにしか、 まあ、読めないんですね、まあ。まさにね、琉球新報、そしてだけでなく、沖縄タイムスはね、もうまさに中国共産党のもう機関誌であるということを、この記事を通して自ら認めているということにほかなりません。実はね、琉球新報さんとは、 えー、2015年6月28日に実は一悶着ございました。さあ、えぇ、ー、秘蔵の画像がこちらに出ます。せーの、ドン。こちらであります。琉球新報一面トップ。自民収集へ一斉処分。青年局長を役職停止、報道圧力。えー どっかで見た顔が映っておりますな。これはね、どういうことかと言いますと、文化芸術講和会っていう、まあ、保守系の新しい塊を作りましょうと言って、第1回のスピーカー、講師に百田直樹さんをお呼びしたんですね。でこの時にね、沖縄のメディアはもうどうしようもないと。 まあこんなお話があってまずは私が、えー、もう沖縄メディアはねもうあの左翼勢力にも乗っ取られてるとこれまでね保守がもう連戦連敗をしてきたもうその結果であるというようなことを発言しまた百田さんにどう思われますかという質問をしました。 まあその後ね、まあ大西先生や井上先生がねまあなかなかあのちょっとメディアを牛耳ってやれとか懲らしめてやれとかまたスポンサーにねちょっといろいろと本当にこんなメディアのスポンサーをやってていいんですかとこんなようなねやり取りをクローズの会議の中でやり取りをしたのがね 綺麗におそらく録音されていたんでしょう、ね、もう文脈のこの言葉の感覚もね、えー、句読点で、えー、分かりうるようなあテキストに落とされて、えー、おりましてねやっぱりあのスパイがいたんですね、えー、あの自民党のお部屋の中にもね、えー、でこれがすっぱく抜かれてですね何ということを言うんだと。 別にあの何ということ言うか当たり前のことを私も言っただけなんですけども当時の幹事長は人のいい谷垣貞和、えー、幹事長であられましたのでね、えー、もう本当沖縄の皆さん琉球新報さん沖縄タイムズさんごめんなさいみたいな感じで私たちが、えー、厳重注意処分を受けたと。 そして気の毒だったのは当時の青年局長だったあの木原稔さんがあの役職提出ということで、まあ、当時もちろん総理総裁は、えー、安倍晋三元総理であられましたが、まあ、私あのこの時に安倍元総理に当時総理に。 あのお電話をいたしましてね「ああもうあのいい大丈夫大丈夫気にすることはないから」あ反転攻勢で行くからね」ってね <laughs> そんなようなことをもうほんとあの言われたあ、えー、記憶があのございますね。もうね、えー、当時の 自民党幹事長室はねもうこの件でビク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 しちゃいましてね何をビクビクする必要があるんだろうなと思いました確か幹事長代理はね棚橋康文さんだったと思いますね電話があのかかってきましたねあ多分俺らの処分になるんだろうなっていうことは事前にもうあの分かっていましたんでねで電話がかかってきたんでああの 棚橋ででですすとあのおっしゃられるんでああ長尾隆ですあの処分であればもうあのお受けいたしますのでともうあの、まあ、軽くならない程度に朗、えー、らかにあのお話をいたしましたらねこちらからそしたらあの棚橋さんが「いやーもうすみませんねー」っつってねなんかあの逆に向こうが恐縮されて、えーで「一応厳重注意処分ということで」と。 いうことでえー、なとりりいたしました、まあ、なんかねあの今の自民党もおちょっといろんなことにね萎縮しちゃってるんだなっていうそういう印象があ,のありますね、えー、うろたえる必要はないと思いますよ当時もそうだったし今もね、えー、堂々と、えー、安倍、えー、政権が あやり残したことを胸を張ってね、対応していただければいいんじゃないかなと思っております。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。午後もお仕事頑張ってください。失礼いたします。